どうもこんにちは、なっちでございます。皆さんそろそろ夏休みですかね。小中高ぐらいは夏休みに入ったのかなと思います。で、夏休みになんかイベントをやんねえのかっていう話がねちょこちょこありまして、実はイベント2件ほどあります。まずこちら、なんかね今日発表されたんですけど、握手会みたいなやつがあります。僕以外にも3人の方が一緒に出る予定なんですが、こちらに出ますので、ぜひ時間のある方、興味のある方は来てみてください。てか来てくれると助かります。2個目がこちらですね。こちら大阪でイベントがあります。東京遠いから難しいって方はぜひこっちに来てください。はい、ということで、本日進化したねイズイズ使っていきたいと思います。このイズイズなんですけど、まあね、今かと、遅えよ、フレイヤいつ進化したよっていうね、そんな感じですよね。まあというのもですね、ちょっと前にイズイズとかアレスとか、まあトールまだ来てませんけど、その辺ね、イラストが遅れてるのは、このイラストを描いてる日野さんがね、なんかソシャゲ全体の絵を描いてて、ほとんど日野さんの絵で、そう、なんかすごいそれ大変だったらしくてね、遅れたみたいですね。まあそこに文句言ってても仕方ないんでね、まあやっときましたよということで使っていきましょう。だからトールももうちょっと先かなって感じですね。あと他、なんか、来てないのってなんかあるかな。大国とか、あの辺もそうかな。多分その辺もイラストの関係上遅れてるんだと思います。なんでしょう、このバーティーは。まず、イズイズのリーダースキルが、スキル使用時なんで、まずこいつは入ってきます。まあ、アメプレシーがいたらね、使うんですけど、あれプラスついてくるんで、ゲットできないんですよね。だから、二大カナイさんのこのね、わらしべでも使いましたけど、2ターンというスキルのサイクルを活かして使っていきます。で、今日はスプラトゥーン発売ということで、クラーケンも入れました。これただの趣味ですね。まあこいつも3ターンで撃てるから悪くはないよね。行きましょう。周囲とかかぐや姫とかなんかめんどくさいのばっかじゃない？ドラゴンラッシュは下なら勝てるんだろうけど、上はちょっとやばそうだよね。全属性ないし、7月のクエストダンジョン。これはゴルドラですね。あ、グリモワールぐらいならいけそうですね。グリモワールちょっと顔出してみようかな。お、フレンドいますね。本当は相方はなんだっけ、ヘルメスとかがいいのかな。違うか、リューネか。あ、リューネがいいんだな、これ、きっと。リューネいるかな。ノアドラノアドラがおるよ。レアですね、なかなか。ね、リューネ。なんかいそう。なんかいそうな気がする。リューネ、誰だ。あー、この人か。頑張りますかの人か。リューネさん、いなかったです。悲しいな。悲しいですね。サファリットはいるんですけどね。イズ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 でいいや。イズ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 って言いにくいな。はい、スプラッシュブレス入ります。なんと倒せません。どっちか、あ、でもレッツでもいいのか。あ、ウェイですね。7コンボ強化活かしていきましょう。そう、なんかさ、7コンボ強化ついてる組とついてない組がいまして、北欧神には多分トールもつかないタイプじゃないかな。今んとこフレイヤだけついてないんですけど、多分フレイヤトールが7コンボ強化使わずに列が増えるっていうね。まあハズレですよね。そっちになっちゃうんじゃないのかなと思います。ひどいよな、絶対にさ。まあ列5個と7コンボ強化だったら釣り合うんだけど、それぐらいだったらね。列1、2ことさ、7コンボ強化ってさ、絶対コンボ強化が強いじゃん。それちょっとバランス調整ミスってますよね。なぜ分けたんでしょうね。倒せんし、あ、そうか、スキル使わないといけないのか。忘れがちですね。そう、アレスもね、やっと進化して、お、これやっとシバドラに入るやんと思ったらさ、シバドラが今そんなに勢いないっていうね。はい、じゃあここはドロップ強化でいきましょう。ラッキーエンカウント。いや、スプラトゥーンやんないんですかってね、コメント結構いただくんですけど、僕ね、対人戦のゲーム好きじゃないんですよね。 FPS とかすごい嫌いなんですよね。何なんだろうね。なんか競い合うとかさ、そういうのが好きじゃないんだよ、そもそも。例えばなんかのさ、イベントのランキングとかだったらまだいいんだけど、倒し合いとかさ嫌いなんですよね。マリオカートでもちょっと嫌なぐらい。
スマブラとか特に嫌い。これどうにかしたいよな。なんかね、嫌なんすよね。封印はイズイズが2つ持ってるんでね、そこは北欧神ありがたいですよね。じゃあ、エンハンス使いましょう。で、これどう見てもさ、水光じゃない？これ水だけなんだよね。プレイヤーもなんかさ、木光に見えるんだけど、木だけなんだよね。突然闇落ちしたかと思えばいきなり戻ってきますから、これ貫通できるかな。まあエンハールス多少はねってことで3つ組めばいけるかな。お願いします。ネイが頑張ってくれるはずです。あ、でもスクルドもいるから、あ、でもネイのが出るのか。はい、じゃあスクルド使って、イズイズもう一回使って、ドロキョウもしちゃって、倒します。せっかくならウェイを入れたいが、操作時間が間に合わないオチが僕には見える。ちょっと妥協しましたね。さあどうかな？あ、結構火力出ますね。意外と出てましたね。まあ、エンハはありますけどもちろん。7コンボ強化ある分はやっぱりロキみたいな使い方ができますから、絶対使いやすいは使いやすいんだよね。その面ね、フレイヤーちょっと使いにくいんだよね。ウェイもないから劣化になっちゃうっていうのがね。そこなんで本当差をつけたんだろう。絶対差をつけなくてよかったのに。みんな同じ覚醒でよかったじゃんね。もう一丁行ってみようか。アーミルやっちゃおうかな。あったよね、アーミル。行きます。あと10日しかないんで、そろそろ終わらせないとね。行きましょう。スプラッシュ。あれ、なんか変わってないぞ。あれ？いいんだよね。なんか背景もさ、キャラクターも変わってないからさ、間違えたかと思ったら、全く同じなんですね。全然いいですね。ウェイ組んだだけで100万超えるんだったら全然ありですよ。ただ毎回スキル使わないといけないっていうのがやっぱり難しいポイントですよね。やばいですね。やっちまったね、今完全に。OK。なんかさ、操作時間短いと思ったらさ、誰も持ってないっていうね。そりゃ短えわ。で、ここはスキルが今使ってないので、スキル使ってないときはむしろダメージ与えない方がいいのかな。ドロップ取っといた方がいいですかね。これだとね、全然減らないこともなかった。スプラッシュブレス入ります。ドン。これ多分副属性だけでいけますので、水を取っておこう。ネイとニラ行かないで、どっこいしょ。水生成がね、陣しかないからね。はい、じゃあここがドロップ強化で、こうして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 こう。あー、また欠損ですね。辛いですね。スキルは返ってきましたけど、ツナドン、ツナドンはまずい。意外とこいつ強いんで、スクルド使っちゃいます。あ、そうか、スクルド追い打ちあるから、あれじゃん、別に周囲とか行ってもよかったね。もうニラ行かないしか頭に入ってなかったわ。あ、でもそうか、全属性がないのか。それで諦めたんだったわ。6体カーバンクルドン。なんかこういうとこで出てくるカーバンクルって異常に強いんでね、怖いっすよね。ティターニアのカーバンクルも多分相当強いと思うんで。魔石流でね、昔は怖かったですから、やたらこいつらはね、ステータスが盛られる傾向にありますね。あ、ここにもグリモワールおんのか。まあ、水なんで、使えないとか困るんだけど、これスキル使うことに意味があるのにさ、使えないとかさ。全部泥鏡だとね、ダメなんですね。
どっこいしょ。じゃあボス2ターン耐えまして終わりですね。もう早押して、長いんだお前ら会話が。アーミルさんどうなったんでしょうね。ロミアの遊び相手って言ってましたけど、一応ガディウスかティフォンに倒されたっていう設定のはずなんですけど、その辺の設定どうなってるんですかね。さあ体力ちょっとまずいですよこれ。一応スクールドじゃなくてネイ使うって手もありますけど、怖いよな。ネイ使っちゃお。あ、ネイのこの回復で回復しといて、ここはあえて色をあんまり消さない。よし。で、あ、そういうことするんだね。しかも耐えれましたね。ニライカナイさん、なんてことを。ユルさん、ぶっ倒します。ね、これはだからこうして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 こうこう。よし、意外と火力出ましたね、予想以上に。ね、822万。いや、さすがにないよね。82万でおかしいけど。嘘だろ。そんなに出てるとは信じたくないんですが。ちょっと止めてみてみていいですか。1000万出とるやん、スクルド。ネイなんて1500万出てますやん。820、え、強くね？え、強くね？43ぐらいしか入れてないですよね、今。43の8コンボで822万。まあ、いずいずのエンハンスが入ってるとはいえ、なかなかね、あのリーダースキルの強化良かったんじゃないかな。調整入りましたよね。3倍になってますよね。いや、これ強いと思うよ、なかなか。びっくりしたもん、今。だフレイヤーとかもね、まあ、強化されたと言っても過言ではない。いや、これはいい調整でしたね。いずいずの進化というよりかは、リーダースキル強化が大きかった気がします。はい。ということで、以上、イズイズを使ってみた動画、まさかの火力が出てましたね。はい。ということで、以上、ナッツでございました。バイバイ。